良かったか何か悪かったかもはっきり言ったんで、こんばんは、ペテレックスと申します。実婚発展コーチやってます。今日はちょっと日本語でちょっと話したいと思いまして、絶対諦めないというのを志を持つのは結構貴重だと最近思われるようになりました。どっちかというと俺はまあ今はそうですね、前はちょっと結構激しいの話があったんですけれども、すごくあのプレッシャーに与えて、で1日間はもうほぼ潰されるような感情だったんですけれども、すごくあのまあ鬱じゃないんですけれども、結構落ち込んだというのパターンがあったんですけれども、でその落ち込む時には俺はだいたいちょっと現実離れになるというの方向性があるんですけれども、で私の方向性なんですが、そう現実離れなんですが、こうどっちかというとちょっとまあ日本の動画とか見たり何動画とか見たりするんで、ちょっともうすごくあの日本に恋しくになったりしたというのも否めないものですね。で、そうですね、絶対諦めないの志を持つのは結構大事といつも思ってるんですが、でどうやってそのいつもかそう諦めないというのも自分がやりたいことを貫くというの志を持つかというと、他人を助けること、その他人を助けることの時にはそうですね、あのセロトニン、ドパミンと、あとなんだっけ、オクシトシンだったっけ、こうそう幸せのホルモンが分泌されちゃうんですね。こうなる時にはすごく幸せになる。もうそう昨日とかだったり、もうその前の日だったり結構落ち込んだりしたんですが、この話のあったんですが、しかも私にとってはそれがなんかすごくガクンとなったんですが、本当にいきなりでこう自分の感情がそのハッピーからその落ち込んだモードに変わるのは結構自分にもびっくりしたんで、どうしてこうになるかって、まあもう世界が破壊されないのにどうしてその落ち込んでるかというと、まあその人の話とかは結構多くまで自分をちょっと傷ついたというか、こう感じれるようになったんですけれども、もうその話の後ではその全然平気だったんですが、もうわさびのようにもうだんだんこう辛さが上がるという段階的にすっごく悲しくになったんで、もう なんだやねんと思ったんで、どうして俺は今いきなりこうそんなに落ち込んでるかとか、もうあとタイマーモードにもになったんですが、そのタイマーモードですね、すごくあのになると、あのアウトパイロットというんですね、あのそうなんか自動的に、アウトパイロットというと、あの車はあの運転手なしで運転するという、まあ、自動的に運転されるですね、その自動化というのモードになったんですけれども、でそのモードの時にはもうすごくあの現実はもう意識しないというの形になりますね。その意識しないの時には一番危ないのはですね、どっちかというとこうタイマーモードになると、あの気づいたらもう何時間も経つのに何もやってないというのは結構危ないですね。どっちかというと我々の人間にとっては時間は一番貴重のリソースですね、一番貴重ですね、その原料ですね、時間です。だからそれちょっと大事しないとダメですね。で今日どうやってこうそれ乗り越えたかというと、あの最近はそうですね、こうちょっとまあトレーニングがてらというか、あのこう
どうやってコーチングするというか、まあそう、まあ、自分が今そのコーチやってるんですが、それを磨いたりするためには、そう、友達と一回、そう、オーストラリアからの友達とこうトレーニングやったん でそのトレーニングで、俺はその友達はすごく、まあ、俺はその友達 のちゃんともう何が良かったか何か悪かったかもはっきり言ったんで、その評判を言ってたから、向こうはすごく感謝の気持ちをここに表して、で俺はその子のそのやっぱりその幸せのホルモンの祭りというか、一気に分泌されたから、その時はすごく幸せになった、すごく幸せになった。でそれ前のなんかそう結構悲しげな気持ちは一気に吹っ飛ばしたんで、だからもし自分が今すっごく落ち込んでる時には、もう何かねありますね、その悲しいとか、もう何か多分一番いいのは、もう本当にその幸せのホルモン祭りになるためには、誰かを助ける、本当に真心を持って誰かを助けるのは一番貴重だと今日はすっごく気づかないようになりましたですね。すごく英語と言ったらマインドブロイン、すごくこうびっくりしたというか、この感情になったんですね。でやっぱり最近英語は多いんですが、だからちょっと今はもうちょっと日本語モードに変わろうと思いまして、だからちょっとそのまあなんとなくバランスを整えながらこうやりたいと思います。そうですね、だから本当に人を助かりたいなら、これ やればいいです。自分がもっと幸せになる。そして結構気づくのはもう一個のルールんですけれども、これも誰もが、まあ、すぐに行動に移すことができますが、自分が何かをもらいたい時には一番貴重なのは何かをあげる。つまり自分が何かに誰かにお世話になったり、何かのものをあげたりしない限りには自分が何ももらわない。その貪欲の、まあ、全部をもらうのむさぼりですね。このむさぼりをまあそのむさぼりモードになったんですけれども、その時は誰よりもなんか自分がすごくなんかもらいたいという気持ちになるというのもわかりますが、ただそのむさぼりモードのパターンインタラプトというとこですね、そのパターンがあるんですけれども、そのパターンを中断させるのはポイントです。でその中断させるのは、この前に言ったんですが、自分が何かを誰かのためにすること、お世話になる、助かる、そうすればこのむさぼりモードも中断させたり、で後ほど、まあ、すぐじゃなくて誰かを何かをもらうようになる。まあ、これも YouTube そうですが、まあ、なんかフォロワーとかですね、LIKE とかもいろいろのものですが、またはまあなんか金を借りたりとか、そのもらったりとか、まあ、いろいろなパターンでこうゆるゆるをちゃんと使用することはできると思います。だから皆様こうやって本当に頑張ってください。この動画をご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの内容を気に入れたら高評価のボタンをお願いいたします。
またはその同じの価値のあるの動画を見たいなら登録もお願いいたします。さらにこう種が入ってるなんですけれども、こう変ですけれども、でそこでその鐘を押したりするとノティフィケーションですけれども、自分がいつを動画するアップロードするかって、それもイメールをもらって、でそこですぐに見れるようになります。それももしよかったらよろしくお願いいたします。さらにこうどんな動画を上げたらいいかとか、もう何かこの動画についての意見があるかとか、まあもう何でもいいですけれども、下のコーナーでご記入お願いいたします。それでは自分に嘘をつけないで、そして自分の情熱をたどって。